国立大学法人東海国立大学機構は日本の国立大学法人名古屋大学と岐阜大学を設置している国立大学法人法の改正を盛り込んだ学校教育法等の一部を改正する法律により国立大学法人岐阜大学と国立大学法人名古屋大学を統合して2020年4月に設立された現在この機構が 岐阜大学と名古屋大学を設置している。18歳人口の減少、国からの運営費交付金削減を背景に、国立大学法人を統合して効率化することで、財源を研究、教育に重点配分することを目指している。大学の国際競争力向上と地域創生貢献の両立を掲げ、具体的には名古屋大学と岐阜大学が強みを持つ4分野に力を入れる。 このほか新組織、アカデミックセントラルを発足させ、学部1から2年生のみならず大学院生まで、含めて教養教育を充実させる。初代の機構長は、名古屋大学総長の松尾誠一が兼務している。法人の学長は、大学の総長が兼ねていた。法人の学長は、大学の学長が兼ねていた。国立大学法人法第10条第1項。 abcdefghijklmnopqrstuvw 国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則名古屋大学 abc 教育の森国立初名古屋大都岐阜大運営法人統合研究と地域創生相乗効果狙い毎日新聞長官2020年6月8日2020年6月16日閲覧 東海国立大学機構設立に向けた基本合意について、名古屋大学2018年12月26日閲覧。東海国立大学機構設立に向けた基本合意について、岐阜大学2018年12月26日閲覧。国立大学法人東海国立大学機構設立について、名古屋大学2019年5月18日閲覧。 国立大学法人東海国立大学機構設立について、岐阜大学2019年5月18日閲覧、東海国立大学機構発足岐阜大と、明大、県境越え初の統合岐阜新聞ウェブ2020年6月14日、閲覧学校教育法等の一部を改正する、法律不足第3条及び第6条。 国立大学法人東海国立大学機構の情報国税庁法人番号公表サイト国税庁2020年7月1日閲覧国立大学法人法第34条の9及び学校教育法等の一部を改正する法律不足第7条 ABCDEFGHIJ 東海国立大学機構事務組織規定名古屋大学一法人が 複数大学を運営するアンブレラ方式での再編。ありがとうございます。